ここに東南アジアの初期の稲作の資料が見つかっている遺跡を挙げております。東南アジアの全域、フィリピンやインドネシアにまで初期の米作りの遺跡がございます。この東南アジアは稲の野生種が豊富に存在するところであり、それらが栽培されたと思われます。 ただし豊富にある野生の稲を収穫する生活が長らく続いていて農業を始めるという契機になったきっかけといいますものはおよそ今から4,000年前にあった地球規模の寒冷化に伴う大きな社会変動中国でもそれまでの大集落がほとんど途絶えてしまうそういうような大きな変動を経て東南アジアにおいて稲作が始まったというふうに考えることができると思います。